皆さんこんにちは。大分の高千穂親方です。さて皆様、地元旅という言葉をご存知でしょうか。まあ、地元を旅するということで、まあ、新型コロナウイルスの関係もございまして、なかなかこうですね、旅行っていうのがまあ厳しい状況でございます。まあ、そんな中、各地元のですね、魅力を再発見して、それをね、地元の方が楽しんだり、またこう地元の方がここすごいけんまた来てねみたいな形でですね、こうなんとか盛り上げていこうということで、地元旅という言葉が今全国各地流行っております。まあ、私が今回ご紹介するのは、大分のテレビ局が行っております地元旅というですね、企画について、まあ一つちょっと嬉しいことがございましたので、皆様にもご紹介をいたします。個人的な内容ではございますが、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。テレビ大分さんの企画ではですね、この自粛が続いている中で、まあ、少しずつですね、この大分も元気を取り戻していこうということで、このですね、まあ、大分のこう魅力をですね、こうそれぞれの皆さんが知っている、ここはすごい、ここのグルメは美味しいというのをですね、まあ、紹介して元気に PR していくという企画です。まさに合言葉はハッシュタグ地元旅でございます。具体的にはですね、いろいろな内容はございますが、今回ご紹介するのは SNS を使って地元旅でございます。まずですね、それぞれまあいろんなおすすめの場所でありますとか、お店とか風景をですね、写真で撮影します。そしてそれをですね、ハッシュタグ地元旅をつけて、各 SNS、Facebook、Instagram、Twitter などに投稿します。そしてまあ皆さんでこのです、例えばですね、具体的には後ほど紹介しますが、特設サイトでですね、写真が紹介されたり、そしてなんとですね、毎月10名様にですね、旅行券1万円分が当たるという太っ腹企画でございます。例えばですね、特設サイトにてハッシュタグ地元旅がついている写真が随時ご紹介されております。現在出ているですね、こちらの画像ですと、右から2番目にこう炎を上げている、神楽が出ておりますが、こちらがまさに私の投稿記事でございます。3年実と行われます上田原湯立神楽という文豪の市の、まあ、珍しいこうですね、神楽でございまして、お湯に浸かったり、後陣が火の粉を蹴らしたりして、非常に勇壮でございます。12月に行われております。そして実は本日2020年12月16日嬉しい報告がございました。なんと地元旅でですね、 JTB 旅行券1万円分が当たりました。イエイ、ありがとうね、ございます。実際ですね、インスタグラムからですね、メッセージが届きました。そして当選おめでとうございますということで連絡がありまして、ついに旅行券1万円分いただきました。本当にありがとうございます。まあ、この1万円分ですね、まあ、ちょうど GoTo トラベルも今、ね、一時停止となりましたし、非常に厳しい状況ではございますが、いつかまた状況が落ち着いて、私もまあ旅行好きですし、一応旅行向けのですね、旅行のブログやですね、 YouTube などやっておりますので、その旅に出かける際にまたですね、活用させていただきます。本当にありがとうございます。まあ、ちなみに前回ですね、以前J リーグの方でですね、まあ、5万円とか6、まあ、1万円とかいただいた際はですね、北海道遠征に使わせていただきました。まあ、本当に大変ですね、貴重な思いをさせていただきまして、本当にこういうですね、支援というか商品はありがたいものでございます。ぜひ皆様も今ちょっと新型コロナウイルスかなり厳しい状況でございますが、まあ、落ち着いたらまた大分にお越しいただきたいですし、まあ、オンラインなどでですね、例えば商品とかですね、大分のお土産を買っていただく、もしくはバーチャルツアーをするなども良いですし、まあ、地元大分の方はですね、身近にある、まあ、おすすめな場所やお店などご紹介していただければと思いますし、また遠方にお住まいの方も過去の大分の思い出などをですね、良かったよっていうエピソードをお聞かせ願えれば、もう本当もね、大分県も盛り上がっていきますので、どうか皆様ですね、今後も大分県をよろしくお願いいたします。バイ、大分学検定に1位になった親方でございます。手前味噌、大変申し訳ございません。それでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
よろしければいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。これからも引き続き大分のことや旅行の話題ご紹介してまいりますので、末永くお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた。